least for the moment. 少なくとも今のところこれがマイケル・ジャクソンがステージで歌っている最後の映像です。1分49秒の They Don't Really Care About Us という曲のビデオですが、これは6月23日火曜日ステープルセンターで行われた This Is It というコンサートツアーのリハーサルの様子です。ビデオの中ではマイケルは痩せて見えますが、バックダンサーとのスローモーションはぴったりと決まっています。そしてギタリストとの掛け合いも、妹のジャネット・ジャクソンのリズムネーションを連想させる息の合ったステップも見せています。そしてオールドスクールの振り付けで力強く歌います。最後は動きをフリーズしてのエンディングです。 AEG ライブ社の CEO ランディ・フィリップス氏や This is it のディレクターケニー・オルテガ氏、そしてプロダクションチームにとって、このパフォーマンスは50歳のマイケル・ジャクソンがステージに立つ能力があり意欲満々であることを示すものです。このビデオは何を示していますか？彼が打ち込んでいるということを示しています。彼の能力もわかります。まさにマイケル・ジャクソンが心身ともに打ち込んでそこにいるんです。あそこにはものを作るための戦いがあり驚きがありました。マイケルについては我々が 100% わかるということはなくて、彼には彼独自のプロセスがあるんです。でも最終的には誰もこれ以上を望まないというレベルに達しました。我々は彼の生涯の最後の3ヶ月を一緒に過ごしました。考え、協力し、戦い、愛し、抱きしめ合いました。だから彼の本当のことを伝えたいのです。彼は本当にこのショーをやりたがっていました。我々は一緒に過去のショーを見てみたんです。観客の姿を見、声を聞きながらマイケルはショーのことを思い出していたようでした。このビデオではマイケルのムーンウォークは見られません。しかしベテランの歌手が準備を着々と進めている様子がわかります。50歳ですから以前と同じことはできませんよね。彼はとても頭がいいので今の自分に合わせて調整する方法を知っています。声を温存するためにここはちょっと抑えておこうと自分で言うこともありました。でももともと負けず嫌いなので、ちょっと我々が刺激すると彼も抑えきれなくなって思いっきり歌うんです。我々が望む以上の声を出していました。自分の声をもう一度作り直していたんです。すっかり復活していました。マイケルに50回のコンサートは多すぎたのでしょうか？50回といってもずっと同じ都市にいて移動はないんです。ロンドン郊外の美しい邸宅に住むことになっていました。1週間に平均するとショーは2回くらいなんです。ショーの質に責任が持てるようショーの間隔を空けるというのが彼の希望でした。ショーではエネルギーを使い果たしてしまうので、きちんと復活してから次のショーに臨みたかったんです。フィリップス氏はコンサートのために会社が用意した医師によってマイケルの健康状態は確認済みだったといいます。我々は診断書のことには感知していませんが、保険会社から健康には問題なしと聞かされていました。フィリップス氏は公演の行われるロンドンの医師を使いたいと考え、マイケルのかかりつけの医師コンラッド・ムレイ氏を使うことに抵抗したといいます。ムレイ氏が悪いというんじゃないんです。月15万ドルで医師を雇い、宿泊費から旅費まで全てを払うことに反対したんです。するとマイケルは私の目を見てこう言いました。僕の体はこのツアー全体を動かすマシーンなんだ。僕には週7日24時間医師が必要だ。彼がその医師だ。僕は彼を信じている。彼といると安心する。彼といると僕は自分に自信が持てる。僕にはこの医師が必要だ。他のことは何でも言うことを聞くから、この医師を雇ってくれ。そこまで言われて承諾したんです。ステップルセンターに設けられた手の込んだステージはもうありませんが、ランディ・フィリップス氏は今でもよく覚えています。ステージはあの椅子のところまで下がる予定でした。アリーナ全体に広がるんです。巨大な高解像度ビデオの壁がアリーナの後ろに備え付けられる予定でした。何か兆候はありませんでしたか？マイケルが薬を使っていた形跡や注射の跡などに気がつきませんでしたか？いいえ、私が唯一
心配していたのは彼があまり食べないことでした。彼に食事を促す係の人間を置いたことです。それ以外は少なくとも私と一緒にいるときは何の異常も感じませんでした。私がショーに金を出しているビジネスパートナーだからいいところを見せたかったのかもしれませんが、でもおかしなところはありませんでした。鋭敏でしたし、自分からアイデアも出していました。薬物による反応の鈍さなどはありませんでしたか？そんなことはありません。薬物乱用については私もよく知っていますが、そんなことはありませんでした。この世界のことも詳しいですよね。そうですね。でもそんな兆候は全くなかったんです。鎮痛剤の中毒になっていたんじゃないかとかいろいろ報じられていますが、そんなことはないと思います。もちろん専門家が調べたら何かが出てくるかもしれません。そうなったら我々全員が兆候を見逃していたということです。4人ともコンサートのためにマイケルと一緒に働いたことは忘れられない記憶であり、その記憶を生涯大切にしたいと言います。彼は私にこう言いました。ステージを見上げ、私の方を見て、もう一度キャストのリハーサルを見てこう言いました。我々は夢を叶えた。ロサンゼルスからクリス・コネリー。